さあどうも皆さんこんばんは。前回と同じですけれども今日は雨です。前回晴れで釣れないってなったら終了夕方パワーを食べなきゃいけなかったんだけど、まあ曇りの日だったりとか雨の日だったらまたあの爆上劇があるんじゃないかということで、まあ、次来る時は雨の日にしましょうということで今回来てます。まあ本当はね、晴れの日に釣れない魚をどうやって釣るのかみたいなのの練習もしたかったんですが、残念ながら間がなかったんで今回はぶっつけ本番の雨で本番の雨でございますけれども、まあ、今日はあの爆釣劇が再来してくれるのではないかという期待ですね。まあもし今日めっちゃ釣れるんであればもう孫をことなきローライトパワーですよ。寒いけどまあちょっと雨なんでいつもと勝手が違うんですけども、あんまり俺雨の日に釣りたくないんですよね。撮影の関係でね、機材濡れちゃうからさ、マイクの位置とか違うからちょっと声の聞こえ方とかも違うかもしれませんね。今日は簡単に釣れてくれたら嬉しいな。でも一応ローライトじゃなくて雨なんでね、この雨がめっちゃ寒いとかだったら水温低下も伴ってなかなか釣れなくなる可能性もゼロじゃないかもしれません。でも今のところ当たりないですね。一応ルアーはスタッド5インチミドスト、まあ、ネコリグとかだと食わないのか、食うかもしれないけどね、食わないのか。まあでも今まであんまりネコリグの反応が良くないよねって話になってたから、とりあえずねミドスとるけど、あれ意外と来ないな。せっかちかな、俺5頭ぐらいしかしてないけど、イケイケどんどんならもう釣れてると思ってるんだけどな、違うのかな。おや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 、 おやおや、魚が来ないぞ。あれちょっと移動、遠景際ね、やっぱり今まで実績のある遠景際をやってみる。寒い、今日の雨は寒いっすね。よいしょ、さあこの辺とかどうですかね。安定して釣れてるのはやっぱこのラインなんですよ。こことかね、あれあれ食わないぞ。俺がせっかちなだけかな。今日食わないってなったら結局今までなんで釣れたのって話になっちゃうからね。ローライトパワーじゃないのっていう。あらあれあれちょっとプランが崩壊するが、釣れんかったら、だってさこの間釣れなかったのがローライトじゃないからで釣れてないんなら今日釣れてない理由がわからないんだけど、あるとしたら雨による水温低下とかになっちゃうんかなという感じはしますが、そうなるとレンジ下がるのかな。いやどうなんだどうなんだ、それともタイミングの問題、本当に日が良かったとかそういうことなのかな。いやでもああいう釣れ方をするのは割ともうちょい続くと思うんだけどね。釣れんくなったな本当に。あららら、困ったもんやな。あら変わったな状況状況が変わりもんしたな。あれやべ引っかかった。よし来た、よしでかい、いた。おることは俺なんか数は減ってんね。あれこれめっちゃでかくね、気のせいか。おお、あワームがねえオッケーフィメール
やったぜ。簡単にちぎれ飛んだわ、アームが。今日カバン持ってきてねえやからな、濡れるから。うえい、やったぜ。重た、水が上がってきとるやんけ。ふう、こいつは次で産むぐらいかな。はい、お疲れ。おったな、おったおった、おるおる。晴れの日よりはおる。でもなんか前より全然数が減ってんね。あんなところに俺のスタッドが届くかな。いやもう流される。なんで、なんで左に行くん。いや遠すぎる。よし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 、行ったか行ったか。あー外れた。よし、ちょっとずつ寄ってきてる。この距離ではもう取れるわ。あ、取れねー。引っかかんねんだよな。立っても引っかからん。こい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 。魚釣りより難しいやろ。5インチの幅のラインにジグヘッドを通す。よし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 。あ、忘れた。あとちょっと。この位置ならもう確実に当たるから。あとは引っかかるの。いくら当たってもね、引っかかんなかったら寄ってこないからな。よし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 。フィッシュ。やっと取れた。遠かった。遠かったわ、もうマジで。カバン持ってきてないんやから、車まで取り行かんといけんくなる。やっと釣れ再開だわ。よし。とりあえず浅いところに魚がいるね。ただ数がやっぱり減ってんな。いないことはないけどね。晴れの日なんか全くおらんかったもんな。正直シェードができるまでお手上げでしたけれども、まあ、今日はもう全域シェードみたいなもんだからね。そういう意味ではいけそうですが、あとはタイミングの問題とかあんのかな。これは、よっしゃ、食った。おー、でかっ。数は減ってるけどサイズは上がったな。おー、しょ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 、走ってきてる、こっち。おー、でっけー。雨パワー、おいしょ。いやいやいや、よっしゃ、よし、オーケー。あ、でも言うほどか。掴んだらそうでもないかもしれないな。よいしょ、こいつはオスやな。上がってきてたぜ。刺したのかな。何回も通したもんね、さっき。それとも雨で水も超濁ってて、でこのパール系のワームのミドストはバスが気づかないのか、それとも単純にいないのか、その辺の判断がつかんね。だから何度も通しても後の方で食うっていうのはあれなのかい、なんか理由があるのかいっていう。1投目でいなくて3投目ぐらいに入ってきて3投目で食うみたいな、そういう可能性も確かに全然あるといえばある。うん、まあでも前回晴れの日より全然釣れない。やっぱ前々回よりはなんか釣れないけど、前回より全然釣れる。まあローライトパワーが聞いてますかね。でも深いところやっても食わんな。それはもうミドスだとパワー不足なのかもしれん。カバスキャとかやった方がいいかもしれないな。
だから浅いところに刺してる魚を取っていく形にはなるかなとは思いました。まる、あうわ切れたか、終了完全燃焼終了です。やったねー。